ご視聴ありがとうございます。前回、バッテリー式のチェーンソーを買ったので、薪作りをしました。今回は薪割り台を作りたいと思います。薪割り台を自作する。木の太さはいろいろ。さすがにこの太さは使いにくい。ってなわけで薪割りをしたいなと、太い栗の木を使います。まずは作業スペースの確保から。長江の鎌はこういう作業の時に便利。コメリで買ったこの鎌は耐久性もあり重宝しています。25センチくらい、25センチまで切ることができるのでいけそう。使用前に3回くらいプッシュ。オイルを出します。ロックレバーを解除しながらレバーを握ります。保護メガネも忘れずに。バッテリー式のチェーンソーはエンジン式に比べパワーが小さい。でも軽くて扱いやすく燃料を買う必要がありません。バッテリーも2個あれば充電しながら作業を続けることもできます。私の場合は体力が先になくなるので何の問題もありません。バッテリーはマルチツールや草刈りワゴンと共用なのでほんと便利。音が軽くなったな。3分くらいでカットできました。薪割り台は15センチくらいの厚さにしようかな。再度時間を計測します。2分30秒くらいでした。27センチ。こっちは25センチ。結構重い。周りの皮を剥ぎます。
3年くらい雨ざらしだったので、すぐ剥がれる。こんな感じかな。結構斜めだな。斜面が多いから良しとします。早速、薪割りしてみます。ハスクバーナの手斧の刺さらない。湿っているからかな。この手斧は薪を細くするときに使用しています。すごく硬い。節の部分でした。ほんと硬い。薪割り台としては合格かな。ケーバーのナイフでバトニングしてみます。台は問題なし。台は すごく曲がった薪。台も斜めなので曲がった薪にも対応できる。ちなみに市販の薪の場合、こんな感じ。便利アイテムをポチりました。バンドックの薪キャリースタンド。薪を運ぶ乗って以外と数が持てない。本数運ぶと体力も奪われる。アマゾンで2500円くらいでした。特に難しいことはありません。
このポケットに引っ掛けるだけ。薪を切った後に乗せれば、薪集めの手間が省けます。キャンプでも、地面が湿っている場合に重宝しそうです。デザインも無骨で良い感じ。次は、薪割り台に取っ手をつけます。借金で、材料を購入しました。一番長いネジで。自作の薪割り台、完成。このまま運べます。これで作業が楽になる。キャンプでも使ってみよう。薪作りがさらに楽しくなりそうです。今回はこの辺りで。登場したアイテムは概要欄、ブログでも紹介しています。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。